はい、皆さん、ヤッコベイビーマイタイム始まっております。今日那覇から今高速乗ってきたんですけども、大雨でしたね。那覇は大雨でしたね。今のところ沖縄市は降ってないけど雲行きが怪しいね。さてさて、台風のね情報なども気になりますけども、皆さんいかがお過ごしですか。夏休み始まってますよね。私も子供たちが夏休みでちょっとゆっくりできるかなと思ったら、もう全然甘かったですね。お弁当作りをしています。今週にまあ何回かなんですけど、でも夏休みちょっとゆっくりできるかなと思ったら、逆にね学童とかその幼稚園とかでいろいろと行ったりイベントにね参加したりするのが多いので、ちょっとね疲れています。お弁当作り早起き。今日はね朝子供たちを送って、で長女の、学校のね畑があるんですけど、畑にゴーヤーとかナスとかいろいろ植えててね、それを朝早くから先生がね水やりをしてるわけ。担任の先生とかもうみんなで、学校の先生って本当にすごいよね。お休み聞いたら夏休みも、まあ、何日かもらえるそうなんですけど、だけどねこの朝早くからもうこの暑い中ね畑で水やりをねやっててね、すごいなと思いましたね。でそれで先生からも大きなねナスビをいただいて、娘はそのナスビとても嬉しかったみたいで、なんかピオちゃんみたいな名前をつけていましたけど、なんでナスにピオちゃんかなと思ったんですけどね。夏バテもねしてる方もいるかな。私も昨日ちょっとね一日ちょっとだるいなと思ったんですけども、今日は元気いっぱいです。昨日早めに寝たからかな。今日はゲストもいらっしゃいます。楽しんでいきましょう。ヤッコベイビーマイタイム始まります。夏休み元気いっぱい皆さん過ごしていますか。なんか毎年言いますけど、今年の夏はすごい暑いなとかっていう話やっぱりしますよね。でも本当に今年の夏暑すぎません？ねえ、もうこの暑い中さ、お仕事頑張ってる方とかもねえ、そして受験勉強、夏休みはね皆さん頑張ると思うんですけどね、塾に通って大変だと思いますが、少しだけこの時間ねヤッコベイビーマイタイムを聞いて楽しんでいただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。さてこの番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスはひるらじ12@gmail.com、 ひるらじ12@gmail.com。ユーストリームとツイキャスでは映像と音声をネット配信しています。ユーストリームでは FM 小座、ツイキャスは各局のホームページから見ることができますので、そちらもどうぞお楽しみください。この番組はですね3局同時で放送を行っております。 FM 那覇、 FM 宜野湾、 FM 小座の3局で楽しむことができます。ツイッターも連動しておりますので気軽にツイートもしてください。さてサイマル放送も始まっております。リッスンラジオで聞いてくださいね。全国のラジオ局から FM ギノワを選択して聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワのホームページに再生ボタンがあります。こちらは完全全編同時放送で楽しむことができますよ。よろしくお願いしますね。さあメールなんですけど、皆さんメールアドレス今ね先ほどお伝えしました、そのアドレスに送っても良いんですが、ぜひツイキャスユーストリームのコメントの方にもね、参加していただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。
さあ早速ですが今日のテーマいきましょう。夏休み入っていますね。なのであなたの夏休みの予定は、もしくは夏の予定ねえ、まるまるこう大きな休みは取れないけどちょこちょこと遊びに行きますという方もねいらっしゃると思います。私は今ね8月の頭にマリオットさんのプールランチに行こうかなって考えてますよ。というかもう予約してるんですけどプールランチがすごいいいっていう風に聞いていましてね。マリオットさんいつもお世話になっております。今度はプールランチの方でねプライベートで参加していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。子供たちも初めてなのでちょっと私もどんな風なね、プールサイドでこのランチを楽しみながらで泳いでっていうね、なんと夢のようなプランがあるんですけども、それ言ってきた感想とかもねこの放送でお伝えしていきたいなと思いますよ。よろしくお願いいたしますね。先週の週末に結婚式の司会をしたんですけど、その時に、関西大阪のね新郎さんが大阪の方で、で大阪の方のこの親戚の方が初めてこう沖縄にやってきて、でそれで沖縄の披露宴ってどんな感じなのかなってすごい楽しみにしてたんですよ、この大阪の方たちもね。で自分たちもちょっと余興やるんで頑張っていきたいと思いますっていうふうに、ちょっともうなんていうんですかね、ちゃんと始まる前からリハーサル、司会者へのこの時間の確認チェックを怠らず、素晴らしい代表の方がね綿密にね念入りにチェックをして、そしたらね余興の時間になって、どんな余興をするんだろうと思ったら、やっぱ余興すごいですね。大阪の方はエンターテイナーですね。エンターテイメントが素晴らしい、本当に盛り上げてました。でその時にかけていたのがウルフルズのエーネンという曲だったんですけども、新郎さんがちょっと無口な方で、なかなか思ってることを伝えることができないと、新婦さんにね、奥さんにね。だからこの思いをこの紙に書いて、でその新郎さんに持ってもらって、でそれをエーネンの曲に合わせて喋んなくてもエーネンみたいな、そういうのでそれがすっごい盛り上がってね、面白かった。で会場の皆さんを巻き込んで、じゃあ皆さん永年って言ってくださいみたいな感じで、これでもう会場のねゲストの皆さんがもう一体となるわけですよ。いやすごいですねって思って、で披露宴がお開きになった後にお話を伺ったら、この方は学校の先生をしてるということで、なんか芸能関係の仕事でもしてるんじゃないかなと思うぐらいのすごい上手だったんですよ、場の盛り上げ方とかね。だけどこの学校の先生ということでね、いやいやいや、とても素晴らしい余興をね見させていただいたなと思いまして、楽しかったですよ。ということでやっぱりこの曲聴きたいなと思って選曲しました。それではウルフルズ永年。
ヤッコベイビーマイタイム、今日のオープニングナンバーはウルフルズで永年お届けしました。昼ラジ、ヤッコベイビーマイタイム。この番組は目指すは地域のホットコミュニケーションステージ、うるま市結婚式場ニューサンは沖縄市の丘の上、沖縄グランメルリゾートの提供、他各社の協力でお送りいたします。ベビーマイタイム、生放送でお届けしております。パーソナリティはヤコベビーこと富島康子です。よろしくお願いいたします。FM ギノワンのツイキャスです。ブギーカイドウさんです。東京からおはようございます。ありがとうございます。はじめましてですからね。どうでしょうか。はじめましてですからねって。よろしくお願いします。バルー君、久しぶり。お久しぶりやっちゃんと来ております。ありがとうございます。ワンモシシザ、今CM 中にね、スタッフのめぐみちゃんが8月誕生日迎えるということで、あ、シシザなんだねって話をしたら、リスナーのバルー君もシシザらしいね。おめでとう。もう少し誕生日ね。やっちゃん、いちゅなさん。いちゅなさんっていう言葉が分かんなかった。忙しいね。方言わからんば。だからよ、私ね、わからないみたい。こんなに訛ってるのにわからないみたいですね。勉強しないといけないですね。でも私の義理の母は方言を最初もずっと喋ってて、私が、はあ、これ全然わかんねえ。もうずっと方言で喋ってて、お母さんすいません、今の話まるっきり分かんなかったですっていう話をしてからは、方言使わないでね、話しかけてくれるようになったんですけど、私もね、方言頑張らないといけないですね。いちゅなさんね、よし覚えた、ありがとうございます。さて、FM 小座のツイキャスいきましょうかね。こんにちやっこさんということで、銀のトロンボンさん、ありがとうございます。元気ですか。レナさんです。やっこさん、こんにちは。
ということで、レナさん、ツイキャス更新したら画質見やすい、ありがとうございます。なんか更新したら見やすくなったのかな、どうなんでしょうかね、ありがとうございます。で、今日はですね、実はこの後ゲストが登場いたします。ゲスト登場するまでちょっとお待ちいただきたいと思いますよ。さあ、皆さんの夏休みの予定を教えてください。メールアドレスもう一度お伝えしましょう。ひるらじ12 @gmail.com ひるらじ12 @gmail.com となっております。さあ、そしてひるらじを聞きの皆様へリスナープレゼントのお知らせいきましょう。今週のリスナープレゼントは沖縄市沖縄グランメルリゾートドレスダイナーのランチ券を一組様です。豊富なメニューに沖縄を感じさせる贅沢なバイキングを沖縄市の丘の上でどうぞお楽しみください。ご希望の方はメールで今すぐ送ってくださいね。件名にひるらじリスナープレゼント、本文にはお名前ご連絡先を必ず書いてください。また番組へのご意見ご感想もぜひぜひお寄せください。メールアドレスはひるらじ12@gmail.com 締め切りは今週いっぱいとなります。たくさんのご応募お待ちしておりますよ。なお、当選された方はスタジオに取りに来ていただくか、着払いで郵送可能の方とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。さて、先週の沖縄マリオットリゾート&スパランチプールビーチのトリプルプランのペアチケット、見事当選されたのはこの方です。おめでとうございます。あちゃこさん、おめでとうございます。そして翼さん、おめでとうございます。翼さんはフルネーム読んじゃっていいのかな、ちょっと心配なので、じゃあ翼さんってだけにしときましょうね。あちゃこさんと翼さん、おめでとうございます。これはいいよ、トリプルプランですからね。ランチプール、私はランチプール行きますけど、これビーチもついてのトリプルプランですからね、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。そして行ってみた感想もね、ぜひぜひお願いしますね、よろしくお願いいたします。さあ、皆さんの夏休みの予定をぜひ教えてください、よろしくお願いいたします。さあ、FM 那覇のツイキャス行きましょう。コイン投入カチッと SKE48 さんでいいのかな、ありがとうございます。コインを入れていただきまして、そして恋したかっちゃんさん、やっこさん、こんちーすー、こんちーすー、プチ選手さんでいいのかな、地球温暖化ですな、とにかく暑いねっていう話をしたらですね、ほんとでも去年もすごかったですよね。去年うちクーラーが壊れたんですよもうあれは本当に真夏にですよ、大変でした。2日ぐらいクーラーなしで生活したんですけど、いや、クーラーなしで生活してる方には本当にもう申し訳ないんですが、もうできないクーラーなしでもう生活できない、本当につらかった。こうしたかっちゃんさんです。かっちゃんの天気予報、全国的に暑さが続くでしょう。暑い代わりに台風発生率が高くなるでしょう。これかっちゃんの天気予報ね。そんなかっちゃん、テーマは夏休みの予定を教えてくださいというテーマですよ、よろしくお願いいたしますね。さあ、それではこのコーナー行きましょう。ヤコベイビー隙間ひととき。さあ、このコーナーはですね、隙間の時間を利用してヤコベイビーがいろいろとあれやこれやいろんなことにトライするコーナーなんですけども、今日はですね、この本を紹介していきたいと思います。最近は本を紹介するのが多いね。手にするもの、しないもの、残すもの、残さないものという本を紹介していきたいと思います。これ書かれた方がですね、文筆家、編集者のですね、広瀬優子さん。この方はいろいろと暮らしがね、心地よくなるようなものを提案したりトライしたりする方なんですけども、この方の書かれた
この本なんですけども、まずね、帯の方に必要なものは収納ではなく自分自身を知ることとあります。そうなんです。で、写真もたくさんね載っていて、このご自身の暮らしの仕方とかね、そういったものが書かれてるんですけども、写真付きで紹介をされています。まず、なくても大丈夫、以前当たり前のようにあったもので今はないものが広瀬さんにはいくつかあるそうなんですけども、あるのが当たり前という意識を少し変えてみると意外となくても大丈夫かなということに気づくそうです。例えばこの広瀬さん、電子レンジを手放してから15、6年経つそうなんです。あれば良かったと思ったことは一度もありません。反対に手放して良かったと思う回数の方が多いくらいです。電子レンジがあった頃も温めは蒸す、解凍は自然にでした。それでも手放すのに時間がかかったのはないと不便かもしれないという思いが拭えなかったからですとあるんですね。実は私も電子レンジないんですよ今。1年以上前かな、もう電子レンジが壊れてしまって、でそれでそのままどうしよう、最初はないと困ると思ったんですけど、本当になくても全然大丈夫で、解凍も本当に自然に解凍してるし、温め直すのもほら蒸すとか、あとお鍋でもう一度温めるとかね、そういうのでやってるから電子レンジを全く必要と今は思ってないですね。逆になくても全然平気、そういうことなんだろうなと思いますね。なんかほら、ないと不便かもしれないっていうこの不安感があるから人は手放すことができない。で、一度こう手放してみて、あ、全然大丈夫だっていうことにね、気づくのかななんて思いますけどね。で、掃除は毎日するものです。汚れたらするのではなく、毎日するのが掃除です。この言葉にもドキッとしますね。はい、汚れたら掃除はしますけどね。そう、汚れる前に掃除というのはするものらしいですよ、奥さん。これがなかなかできないんだよね、ほんと。で、広瀬さんの場合はこの掃除というのは毎日するもの、汚れたらするのではなく毎日するのが掃除ということを教えてくれたのは一人のね、禅の僧さんだった。禅僧、禅の世界では掃除はとても大切なこととされていて修行の一つになっているそうです。掃除はその場をきれいにするという目的のほか自身を清めるという意味もあるそうです。で、この話をね聞いてから掃除というものの掃除というものに対してのね捉え方が随分広瀬さんの中で変わっていったというふうにねおっしゃっております。掃除は自分に返ってくるもの、手を動かして体を動かすことで溜まっていたものが流れて清まる、そしてその後残るのは清々しい空間。確かにそれはわかる。このね、掃除をした後の清々しい空間はわかりますけどね、これを毎日、そうで、これを読んだ後に、あ、これじゃいけないと思って、私はいつもこのね、あ、やらなきゃやらなきゃと思ってた襖のね、上、一番上の戸棚があるんですけど、あそこにね手をちょっとねつけ始めて、そしたらやっぱり汚れてて大変なんですけど、これ毎日やらなきゃね。でもちょこちょこ多分毎日をね、こう汚れたらやるんじゃなくてちょこちょこ、こう続けていくことが大切なんだろうななんて思いますけどね。時々私も掃除をしながら、あ、自分今修行してるなっていう、なんかそういう感覚に陥ることがある。よくすごい黙々としちゃうから、ね、まあ、自分に返ってくるものらしいですからね。さあ、そしてもう一つ、居心地のいい場へ、整った、空間の気持ちよさを知るとその中に身を置きたい、そこにいたいと思うことがあります。自分を心地いい場に置いておくのは自分自身を満たす大切なことということでね、やっぱりこの家というのは自分の居心地のいい場所であるべきですからね。掃除をして、
で、その清まった空間に身を置くことでまたね、自分自身もこうリラックスできるようにっていうのはいいなと思いますね。で、この広瀬さんのこの本なんですけども、すごいいろいろなポイント、例えばアクセサリーとかのね置き方とか、そういった少しずつ続けていくことの大切さというものもね書いているので、ぜひ手に取って読んでいただきたいなと思います。こちらは新刊になりますね。2017年2月に、出されている本です。広瀬優子さんで、手にするもの、しないもの、残すもの、残さないものを紹介していきました。で、もう一つなんですけど、これもね、小さな家、私この家の本を読むのがとても好きで、本といってもこの写真付きのね、こういう素敵なものなんですけど、こういう家に住みたいなーって思いながら、こういう暮らしもいいなーなんて思いながらね、この小さな家もよかったら、新しい本です、株式会社エクスナレッジから出されておりますね。書店とかに行ってはこういう本を探してよく読んでたりしますよ。さあ、この後皆さんからのですね、リクエストもメッセージもじゃん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 お待ちしておりますので、お寄せいただきたいと思います。そして、今週のリスナープレゼントにもぜひ参加をしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、それではここで一曲いきましょうかね。それでは一曲いきましょう。それではファレル・ウィリアムズでハッピー。
ヤッコベイビーマイタイム生放送でお届けしております。今日はこの時間素敵なゲストをお迎えしました。私実はですね英会話を習っておりまして、その英会話の先生にお越しいただきました。エド先生です。 Nice to meet you. Nice to meet you. Hello. Hello. 元気？ Yes. It's good to be here. Are you nervous? No. No? あの？あ、じゃあ江戸先生にいろいろとね質問をしていきたいと思うんですけども、まず気になるのがこのねラジオに出たことがあるのかちょっと聞いてみたいと思います。 Have you been on the radio before? No, never. Never? This is the first time. Never. Do you like Japanese radio? Yes, I listen to the Japanese radio sometimes. I try to study from it a little bit, see if I can hear some useful words or something like that. I just go through just all the stations, see if I can find something usefulEspecially this. Especially FM Koza because it's in my neighborhood. Okay. 特にこの FM Koza をよく聞いている。で、いろんなものをね、たくさん聞いているそうなんですけども。Can you speak Japanese? A little bit. A little bit. I took a few college classes for Japanese, so. そう、先生は大学でもあの、ね、日本語を専攻していて勉強しているということなんですけども、じゃあ先生どこから来たのかちょっと聞いてみたいと思います。江戸先生、Where are you from? I'm from Memphis, Tennessee, USA. USA、Memphis のテネシー、じゃあいつ沖縄に来たのかちょっと気になりますから聞いてみましょうね。 When did you come to Okinawa? I came to Okinawa for the first time in 2009. I was in the US Air Force. I finished the Air Force after about 4 years. I was here for 2 years first. Then I left. Then I married my wife, who is Okinawan. Then I came back here about 3 years ago. So about 5 years total in Okinawa. トータルでじゃあ5年間沖縄にいるということですね。最初はこのエアフォースの、ね、お仕事で沖縄に来て、それから結婚して、で沖縄の方とね結婚されて、トータルで今5年間住んでらっしゃるということなんですけども、英語の先生なのでどんな風に英語の先生になったのか聞いてみたいと思います。先生、 How did you become an English teacher?Well, I was taking college classes here in, actually in this area, at Kadena Air Base. And I was interested in teaching, just kind of interested. I was curious, what's it like? What is that like? And so I went to a class and I kind of started teaching by accident. It's a funny story. I went to a class. The class, for some reason, it had been canceled. I don't know why. And two students had come to the class. But they didn't know it was canceled. I didn't know it was canceled. So I said, is it okay with you students? Oh, that's the first time? That was the first time. I just tried teaching. I'm like, can I try? Can I try that? And they said, okay. So I tried teaching and I taught for...at least 1 hour or maybe 45 minutes. And it was very fun. And I found by accident that I just really enjoyed it. It's a very nice discovery. It's a funny story. なんかすごいあのびっくりしたことがあって、まあ、江戸先生何をやろうかちょっとこう悩んでた時もあったけども、で、ある時にその英会話のねスクールで先生がちょっと来れなくなった、アクシデントがあって来れなくなって、でその時に2 students、2人の生徒が残っていて、じゃあ江戸先生いるから、じゃあちょっと教えてもいいですかみたいな感じで教えたのが初めてで、でその時とっても江戸先生は楽しかったっていうね。でそれからイングリッシュティーチャーになったということなんですけども、じゃあ本当に
Did you have a teaching experience no, before I had, started teaching I really English? Had no formal teaching experience at all. So that's why I was so surprised mm-hmm. that I guess I didn't know what I was doing, but after the lesson, the students asked me if I can teach them. Oh. So I was so shocked. So, really? Wow. So I had no experience. I really had no training at all. It just came very natural for me. じゃあもうそんなに難しくも多分ないと思うんですけど Do you think it's difficult to teach English? For me,、mm-hmm. no. It's pretty easy. I really enjoy it. I feel like I get really good like, feedback from students to understand like, what are they wanting, where are they going.、Mm-hmm. So it's not difficult for me. I really enjoy it. Hey, really? Yeah, it's true. 本当? It's true.なんか難しいと思ったことはなくて、じゃあ合ってるんだね。ね。It's not always easy. Yeah, There's yeah, challenge yeah. sometimes.、So, but... 必ずしもこの、いつもというわけではないけども、いろいろな、ね、チャレンジもすることもあるけども、だけどもとっても楽しくやってるということですね。じゃあ、Do you enjoy teaching English every day? Of course.、Mm-hmm. I enjoy teaching English every day.、My students are wonderful. That's what really makes a difference. That's what makes it really easy is teaching every day. It's so enjoyable. My students are wonderful. That's why it's easy to keep going every day, actually. ね、毎日こう続けることがね、また楽しく過ごすこともね、大切だと思うんですけども、とにかく楽しんでやってるということですね。So, how many students do you have? Oh, right now I have about 25 students. Mm-hmm. So it's always kind of been growing. And that's at my own school that I have now. 25名ぐらいね、いらっしゃるということなんですけども、M's 英会話でね、ぜひあのホームページとかも見ていただきたいなと思うんですけども、じゃあ、What kind of students do you have? All of my students right now are adults and...They're all local people in this community, in Okinawa, basically. I have experience teaching children, but at my school now, it's all adults. And it's all group lesson also. じゃあほとんどもアダルト、大人の方がほとんどということですね。で、あとローカルピーポー、地域の方々が多いということなんです。すぐ近くなんですよね。住吉。ね。住吉なので、先生歩いて今日来てくださいましたけどね。で、江戸先生はあの英会話の先生としてももちろんね、あのお仕事されてるんですけども、いろいろなこともね、他にされているので、そこら辺もちょっと聞いてみたいと思います。You're an English teacher, but you're also other things, right? Yes, there's so many things. There's many things that I do. Yeah. It's very busy. I have a local group.In the community here. We call it a language exchange group. And you can find it on a website called meetup.com. They have many different groups. In Okinawa, there's a few groups, and our group is one of them. We meet every Friday at Koza McDonald's. Every Friday at Koza McDonald's at 9 p.m. And that's a McDonald's close to Koza Crossing down this way.So, yeah, always on the second floor. So that's one thing that I do. That's always very busy for me. I'm also a college student. I'm taking classes now at the University of Maryland University College inside the Kadena Air Base here. So I'm taking classes for MBA. That's Master's of Business Administration. MBA. So, that's another thing that takes up some of my time, it's very good. And another thing that I love to do, it's kind of a hobby, is artwork. It's kind of a hobby. I really like drawing. I started drawing when I was very young, just on paper. My mother loves drawing. My grandfather loved drawing. Oh, really? So it's kind of runs in the family.I always sometimes get in trouble at school, in elementary school. Really? Because I'm not listening to the teacher, I'm just drawing a picture.
絵を描くことがとても好きで、授業中もちょっと絵を描いてたりとかしたということなんですけども、で先生すごいのがこのアートワークス、ね、ちょっとリスナーの皆さんにも見ていただきたいんですけども、本の表紙にもなってるんですよね。 So now I draw things on the computer mainly、and this is one picture that I drew. じゃじゃーん、ただI love these cars. This is a Volkswagen Beetle, and I drew this picture, and then I was contacted by the book publishing company, and they asked if they could use my picture on the front of this book. And of course, I said yes. I was amazed. So this book was published last month. I'm so happy. This is my picture got published in here. But here's a computer. Right, I do this all on the computer. It's something I started doing a few years ago, and it takes a lot of time. But like I said, I really, really love it now. It's almost more than a hobby now. Yeah. で、このカラーがまたすごい。This color, of course. They chose this color. It's very, very lovely. Beautiful, beautiful blue, blue-green color there.で、your name? My name is your name. In here. It's not easy to see, but... 先生の名前がちゃんと書かれて嬉しいですよね、ちゃんと。Right, I was so happy to see my name printed in here, in the credits. It was very, very amazing to see my name in here. So I'm so proud of you. I'm so proud that this happened to me, and I can't wait to do another one, maybe. すごい。これが、まあ、hobby? Your life? It's my hobby, but I guess it's kind of more than a hobby because I maybe start selling my pictures too. So I love doing it either way. じゃあ、ものはもう描くのが好きだったから始まって、このアートワークスも充実している江戸先生なんですけども。さっきのね、meet up は、毎週 every Friday マクドナルドの、コザのマクドナルドでやってるので、リスナーの皆さんももちろん参加も OK なんですね。で、その話と、その生、まあ、学生もしているないながら、アートワークスもやってて、で、会話の先生もしている江戸先生なんですけども、たくさんね、これからすごい夢が膨らむと思うんですけども、Where do you see yourself in the future?In the future, I definitely see myself here in Okinawa. I love this place. I love my students. And I really just want to keep doing my artwork. I want to keep growing my school. I like this area. I would like to keep living here in the Koza area. I really love it. I just see myself continuing to do this same thing. So I guess I'm basically already doing what I love, which is just wonderful. It's such a good feeling. 沖縄にこの地域にまあ住み続けて今やってることをどんどんと続けていきたいと。もちろんイングリッシュティーチャーとしてもね、頑張っていきたいという。とにかくこの場所でね、good place ね。It is. ね、この場所で先生はいろいろとこの、未来についてもね、夢を持って頑張っていきたいというふうにおっしゃっておりました。So,江戸先生、today's theme is, what are your plans for summer vacation? Well, for summer vacation, me, next month, at the end of next month, I will go back to America to visit my family and my friends. And I am excited about that. Next month. いいね。いい夏休みですね。Good summer vacation. で、江戸先生、ちょっと、コメントが来てるんですけども、細犬さん、Hello, how are you? って来てる。Hello, how are you? Now in Okinawa City Hall, it has been doing a planetarium after 28 days. Planetarium がやってますよね。Do you know?Not really. I'm not really familiar with that one. わかんない。で、江戸 teacher hello って来てる。イーサーさん hello. 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 そして、I do not speak English.、ポソ犬さんでいいのかな、I do not speak English, but the English like,、I like っていいのかな、Also remember, there is no be used.、
in the day to day, also remember we are soon forget. あ、すぐ忘れちゃう? Me too. I understand. I know it. What can I do? Well, you need to practice. Yes. I know some people who have very good English skill, but maybe they didn't practice. Yeah. And they told me they start forgetting. Mm-hmm. Now, I've never experienced that personally because I've never studied a second language so deeply. But I understand now so many people have told me they forget. So you have to practice to keep your skill the same. Yeah.And learn more. とにかく練習あるのみ。もう続ける。Keep going.、Mm-hmm. ね、yeah, keep going. Keep going.、ね、難しいけど。Mm-hmm. It's so difficult、mm-hmm. for me. You have to take time、yeah. to study. If you, yeah. Okay, I will try.、Mm-hmm. 頑張りたいと思います。Mm-hmm. で、ここで、それでは江戸先生をお迎えして、あっという間のお時間なんですけども、ちょっと江戸先生の好きな曲もあるということなので、お届けしていきたいなと思います。じゃあ、江戸先生。Could you introduce our next song, please? Sure. Our next song、yes. is from Epo, who、mm-hmm. I love. And the song is Downtown. It's the title track from Downtown, the、yeah. album called Downtown from 1981. Thank you, Edo-sensei. Thank you for coming today. Thank you.
さあ、江戸先生をお迎えしまして、エポのナンバーをお届けしております。昼ラジヤコベイビーマイタイム。この番組は目指すは地域のホットコミュニケーションステージ、うるま市結婚式場ニューサンは、沖縄市の丘の上、沖縄グランベルリゾートの提供、他各社の協力でお送りいたしました。では最後に、江戸先生、イエーイ Are you enjoying today? I really enjoy being on the radio today. よかった。なんか、すごいコメントもたくさん来ておりますね。Mm-hmm. リスナーさん、北野リスさんもありがとうございます。ゲストさん、ジェントルマンですね、と。ております。嬉しいですね。で、実は江戸先生、来月8月から月に、まあ今の予定では1回ね、once a month you'll be around radio、sure. yes let's do it this program、mm. に月1でちょっと遊びに来てくださるということです。江戸先生、よろしくお願いいたしますね。 Thank you very much. 嬉しい。ではあっという間のお時間なんですけども、ここまでのお相手はヤコベイビーと、Thank you. It's been so wonderful. 江戸先生でした。 Thank you for coming today. Bye bye. Bye bye. See you. See you.